皆さんこんにちは。こんにちは。ミルキーズです。はい。本日は万年筆ケースのオーダーをご案内させていただきます。はい。今回ご紹介させていただく、カスタムオーダーの万年筆ケースなんですけれども、はい、こちらこんな感じで。ガマ口で止まっているような、上品ですね。そうです、上品で高級感のある、アイテムとなっております。で、製品でのご用意ではなくて、お客様ご自身でそれぞれ色などを選択していただいて、受注生産でお作りをさせていただく商品となってます。仕様としてはこう中央の部分をひねって開けていただいて、取り出していただくような仕様です。はい、でゴムで止まっていますし、ペン先のちょっとしたパーツもついているので、はい、中でガタガタっと揺れることもありません。万年筆は本当に高級なものもあると思いますので、はい、あのお気に入りの1本を収納していただけるペンケースとなってます。選べるパーツというのが合計4箇所ございます。はい、まずは外側のこのリザードのお色味を選べるのと、うんうん、アクセントに輝くこの、ガマ口の金具の色味ですね、はい、こちらとあと内装のお色味と、ここはゴムで留まっているんですけれども、このテープのお色味、はいはい、こちらの計4箇所をお選びいただけるような形になってます。では気になるこちらの選べるパーツのお色味をご紹介していきます。はい、まずリザードのお色味はこんな感じです。ネイビー、ボルド、ダークグリーン、カフェベージュ、ダークブラウン、こちらの5色です。はい、次に外側の金具の部分はシルバーとゴールドの2色になります。はい、そして内装のお色味、はい、こちらは牛革なんですけれども、お色味はこちら、ブラック、ダークブラウン、イエローブラウン、ナチュラル、こちらの4色です。テープのお色味はブラック、ブラウン、キャメルの3色からお選びいただけます。はい、こちらお値段、はい、めっちゃ気になりますが。はい、こちらお値段は、こちらのアイテムとカスタム料を含めまして、税抜き4万4000円でございます。自分の世界に一つだけの万年筆ケースをお作りすることもできます。いいですね、一生ものですね。そうなんですよ、やっぱりこう万年筆一本一本にこだわる方もすごく多いと思いますので、うん、それを保管するためのケースもぜひこだわってみてはいかがでしょうか。はい、はい、こちらの注文を受けてから大体2、3ヶ月ほど納期いただくんですけれども、完成次第は配送でお届けさせていただくこともできます。はい、ぜひこの動画を見ていただいて気になるという方は、当店の公式の LINE なので対応させていただきますので、ぜひお気軽にご連絡ください。ということで今回はシナリの万年筆ケースのオーダーメイドをご紹介させていただきました。概要欄の方にも詳細を記載しておりますので、そちらも合わせてチェックしてみてください。ということで最後までご視聴いただきましてありがとうございました。ありがとうございました。